人事部長ユーチューバーの長谷光です、えー。今回は働き方改革の。この時短とか残業しないっていうことをですね。えー、ちょっと考えてみたいと思います。まあ、今ですね、こう、いろんな企業さんからですね。まあ、グライアントさんもそうですけども、私の取引先とかもそうなんですけども。やっぱり、こう働き方改革のこの時短とか残業しないっていう問題について、いろいろ相談を受けるケースが多いです。まあ、これ社員さんからも受けるケースが多いんですけども。 でこの時短とか残業しないっていう問題について、まあ、どのよううにしていけばいいかっていけばか話です。でまあ、もちろんあの就業規則とかですねそれを変更しながら、まあ、こうルールとかで <coughs>、まあ、規定してしまうとかルールとかでまあ守ってもらうみたいな、まあ、このやり方もあるかと思います。でまあそれはそれでねあのやっておく必要があると思うんですけども。 ただまあ、ルールとか制度だけではですね、簡単に行く問題ではないと思うんですよで。例えば私が関わらせていただいている企業っていうのは、結構業績を伸ばしている企業とかが多いので、そういう意味では仕事量が結構多かったりするんですね。だから仕事量が比較的多いので、まあ、それを一人一人頭数で、えー、まあ割り振りしながら仕事をやっているので、まあ 比較的ですねちょっとキャパキャパオーバーというか一人頭一人に対する業務量がそれなりに多いのであのじゃあそれをですね残業しないっていうふうに簡単に言えるかというとそんなことでもないんですねきちっと業務内容だったりとか業務分析をまずしていかないといけなかったりするんですよ、えー、まあこれは何のためにするかというと事実ベースですね 何にどういう時間を使っているのかと何にどれぐらいの時間を使っているのかということを把握しながらこれを削れるものないかなとこの業務とかを削れることがないのかなとまあもしくは一番やらないといけない業務の時間をどうやって増やしていくのかだでそれ以外のまあ必要なんだけどもなんかやり方を変える方法ないかなと例えば訪問しているやり方っていうのをなんかオンラインでできないかなとか。 メールとかでできないかなとかそういうふうなまあ現状を把握した上で、えー、具体的にどういうふうに、えーまあ、対処していくのかっていう話をまずしていかない限りは <laughs>、うん、まあ尺値常時に残業するなっていうことだけだったらですねちょっとこれ難しかったりしますよねなのでまあルールとか制度は作ることはあの必要だと思いますが、まあ、それ以上に大事なことは、えー、まずはですね その順を追ってですね最終的なゴールは例えば残業しないっていうまあ体制づくりだとした時にですねじゃあこれ明日からこれやってくれって言っても簡単にできるもんじゃないじゃないですか。さっき言ったようにですね1人負担1人当たりの負担量ですね業務の負担量が多い会社であれば当然時間でカバーしている部分があるのでじゃあそれをどういうふうに解決していくのかっていう話なんですけども。 えーまあ、先ほど言ったように現状分析して、えー、なくせる仕事はないかなとか排除できる仕事はないかなとでもっとこの時間を確保する方法はないかなとメ,あメインの業務ですねメイン業務ここには時間をもっともっと取る必要があるみたいなところをどうやって取るのかなとでそういうのを考えた上で、えー、ここが大事なんですけれども管理職の人が週1ぐらいでまずいいので週1ぐらいでいいので 早く帰る時間を決めると別にまあ毎週同じ曜日じゃなくてもいいんですけども1週間に1回ぐらいはですね定時に上がるとか、まあ、少なくとも、えーまあ、定時の1時間ぐらいには帰るということをまず決めて実行すると。で まあ管理職の人でであればですねまあ例えばですよ例えばまあ在宅でできるものがあるんだったらまあ多少なり持ち帰ってですねやるとでまあもちろんそれをゆくゆくはなくしていくっていう方向なんですけどもえまあいきなり業務量がですね120%ぐらいあるような業務量を単純に20%カットしてえじゃあ早く帰ろうって言ってもですねこの20%分はどうするのかという話になるじゃないですか。 だからこの20%をどういうふうに工夫してやるかという話になってくるので、まあ、それは、えーまあ、在宅でできるものは在宅ですし、まあ、もしちょっと土日が仮に休みの会社さんであれば、まあ、土曜日の半日ぐらいをですね、えー、毎週じゃなくていいので月に1回か2回ぐらい、えー、まあ補填するというかカバーするぐらいの感じでですね、えー、やっていくとか。 でそれを手順を増やしていきながらでその、まあ、何ヶ月か経ってですね週1にだん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 慣れてきてで週2ぐらいとかあそういう感じに、えー、徐々に徐々に、えー、シフトしていくとでまあここが一番大事なところは管理職からやるってことですね。これはまあ私の前の会社でもこの時短この働き方改革というものを言われる随分前からなんですけども えーまあ、当時上場を目指すっていうところの中でですねもうこれやっぱこう時間の管理っていうものも非常にこう,うるさくなってきた時代があってですねで、まあ、人事だったのでやっぱりそういうことも推奨社内の中で推奨していくと、えー、基本残業しないというようなことをですね、えーまあ、推奨していくわけなんですけどもでその時にやっぱりこうそこそこやっぱり業務量が多い会社でもあったのでじゃあ簡単にできるもんじゃないなっていうところがあったので。 もうあの先ほど言ったように週1から私がですね、えー、部長をやっている私からまず率先して帰るようにしたと。で帰るっていうのには、まあ、理由があった方がいいと思うんですね何の気なしに帰るんじゃなくて大体私の場合っていうのは、えーまあ、仕事終わってからですね人と会う約束を大体こう取り付けてでそのアポイントがあるから、えーまあ、定時に上がるというようなことを行っていました。 でまあ、その時にですねやっぱりもう周りを見ると私が言うと帰りりにくいいなってて雰囲気は感じておまましただから、まあ、あの私のまあ上長の役員の人からもですね、えー、まあ、お前が帰れっていう話をですねやっぱりこうよく言われてましてですねだからまあそういう意味では私の方が最初の頃は多分週1ぐらいからだったと思いますけどもまず手順としては私が帰り管理職の私が帰りで メンバーもですね、私が帰ればですね、多分あの翌日とか聞いたら、まあ、そんなに遅くまで残ってなくて帰れてるというようなことも聞きましたしまあそこから徐々に徐々にですね、えーまあ、もちろん部門の繁忙期とかありますから、まあ、そこはそ,のそういう時期は別として、まあ、通常の時期はですね、まあ、比較的、まあ、こう残業を極力少なく帰れるような体制に、まあ、徐々に持っていったという感じですね。 だから、まあ、あとはその私が率先して帰ることによって管理職の私が帰ることによってメンバーも帰りやすい状況を作りで徐々にその仕事の分担とかやり,やりくりとかもです、ね、部内の中で調整をうまくしながらですね、えー、まあ多少ローテ最初,のうち最初のうちはローテーションの中で誰かがこの日に早く帰るとかです、ね、そんなことをやっていったりとかしました。だから そういうふうにしていかないとですね、まあ、ただ一般社員の方がですね、判断して早く帰ってもいいよっていうふうにね、まあ例えば上司から言われたところでですね、上司がいたらですね、やっぱりちょっとなかなかこうね、かすんなり帰るっていうのも気が引けますよね。で、まあ、割と業務量が多くて断続的に仕事が、まあこう、まあ慢性的に仕事があるような会社さんであればですね、まあなんとなくちょっとこう、 上司が残ってたらです、ね、ちょっとこう引け目を感じる部分があるのでやっぱりそういう部分ではその一般社員の方の心情を考えたら、えー、まずは管理職の方から、えー、ま,あまずは週1ぐらいからですね帰っていくようなそういう手順をですね、まあ、踏んでいくと、まあ、そうしたら結果的に、まあ、その、まあ、毎日じゃないにせよ週に、まあ、23日ぐらいですね、えー、定時になるような状況が、まあ、半年ぐらいでだん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 作れていくのかなと。 1>, まあ1年ぐらいすればですね、まあ、割と体制ができるような状態になるのかなというところです。はいということで、まず是非、この時短とか残業しないような体制づくり、えー、っていうものをですね、行うにはどうしたらいいかってことをですね、えー、お話しさせていただきました。ということです、す是非参考にしていただければと思います。はい、チャンネル登録をお願いします。